おっそっす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。狭い通路での戦い。一応待つよ、俺は。左に何か落ちて来ないな。いや、これいけんのか。ほっ、こんな感じでしょ。そのまま泳いでいったら多分ダメだと思うんだよね。だよね、普通にチューしちゃうもんね。そりゃそうだよな。って泳いどいて、着地して、ピョンス。正面じゃなくて、ケツ向けた方が良さそう。はい。じゃあ、右斜め上で対応していく。ほっ、おし、なんで、あ、死ぬのか。難しいなぁ。オッケー。はい。はい、はい。よし、ゴールした。しゃー。むずい、これ。めっちゃむずい。はい。4月の12日にいただいたコースです。城の中を壊したいマリオ。おっと!こうなって、こうなって、これでオッケーじゃん?あ、待った。あれがあるから。オッケー。いける?あ、いけねえ。でもこれ壊しちゃうと、あ、いいんだ。これでもいけんじゃん。ちょい上行こうか。え?ダメだな。3マス、隙間が、この辺全部行かないとダメだ。さあだ。さだまさし。ここも壊さないと。お。焦るね、これね。よし。上の方トゲじゃん。意味ねえ。せっかく壊したのに。あと40秒。焦るわ、これ。やり直しになった、めんどくさいぞ、これ。これ壊さないと。わあわあわあ。うわあ、めんどくせえ、これ。はい。はい。はい。よいしょ。よいしょ。あと9秒?間に合った?うわ。うわあ、途中は途中だったのに、ギリギリ間に合わなさそう。うわあ、よいしょい。さっきよりだいぶ早い。けどこれ結構むずいよね。これも壊した方が良さそうだ。よし。こんだけ開けば。てかもうここ降りて、普通にこうだな。オッケー。ふぅ。じゃあこれ行きましょうか。雲か。あー、そういうことか。はいはい。死ぬ。耐えた。上か。の次は下なんだろ。オッケー。ゴールあるのかな。あったぜ。一発クリアだぜ。バウザーズベース、クッパの基地か。バブル、非常に厄介ですね。オッケーですね。ヒップでいけちゃいそう。オッケーオッケー。さあ、ステージ1突破。あ、でもゴールのあれ見えたよ。クッパいんのか。まあいるよな。そりゃいるよな。はい、お疲れ。うぅ。いいっすね。順調ですね。はい、4月の16日にいただいたコース。16まで来たか。13、14、15日は、俺、コースもらってないのか、それとも先にやっちゃったのか、もうなかったんですよね。どっちなんだろう。まあ、とりあえず、行きましょうか。まあ、クリア率的にはそんなに難しくはなさそうですよね。踏んで、
走るんだろうな。でも別に踏まなくてもいいんだよな、思えばな。あぶねえ、乗りする用意バッチリしてた、指が。こっちのが怪しいか。あ、入れなかったですね。あ、そっか。そうだよな。時間が意外とねえな。おーおお、これ挟まれて死ぬぞ。うわっ、 T ヨシさんが、 T ヨシさんが、あ、やべ、挟まれて死ぬ。あぶねえ、もうこれ勢いで行くしかねえ。あぶな、 T ヨシさんがよく頑張ってくれた。ブロス。こっちだよね、 T ヨシ。でもあれはない、残念ながら。あ、鍵あった、ナイス。お前らだったのか、犯人は。でもさ、これ、ま、失敗じゃね？思えば。こっちじゃないんじゃない？もう一回土管入んなきゃいけないわけだからさ。そうだよね、土管入り直しで、もう一回土管入んなきゃいけないんだから。あ、ちげ、あれ？あ、いいのか、土管入り直す、土管入り直して、そうだよね。これが、ジゲムの方なんだから、正解は、こっちだったんだよ。T ヨシごめんよ。あと17秒。間に合うかな？ちょっと怪しい感じするね。なんかね。10秒来ました。9、8、7、6、届け、4、3、もう右飛ばないとダメだな。2、1、うわー、タイムアップか。あ、ベロ出すときマリオ、なんか、拳うわーってやってますね。オッケー、やっぱさっきあとちょっとだったんだな。エスケープフロムアエクスプロレーニングキャッソー、ヤッホー。お、なるほどなるほどなるほどね。急げ急げ急げ、うわしな、着地オッケー。ほい、ふぅー、はい。で、思いっきりスピンだ、届いた、ふがーしゃいー、クラウンかいー。オッケーオッケーオッケー、耐えた。よっしゃいー、スピンジャンプ全自動2。行くぜ、ぬるりと。あれ、なんか見たことあるな、これ。あ、いや、そんなことねえか。いや、ないな、ないな、ないな。うん、よかった。お、帰ってきました。クリボー踏んだ、バック踏んだ、大砲踏んだ、1アップだー、やったー。続いてガンガン進んで、おお、すげえ、上に上がっていく、ゴール、シェイ。メットがあれば大丈夫。おー、最初全自動じゃないと思ってたわ。普通に、お、すげえ、ピンポイントで取る、メット取れちゃったけど大丈夫なの？ここで止まって、青ドクロにみんな乗って、またかぶって乗って、メットが平行で進んでいく。おー、素晴らしい。はい、ではこちらのコースいきましょう。4月の17日にいただいたステージですね。1-3、強欲。欲を張っちゃいけないってことか？おっと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 。じゃあ、キノコ取らずに行くよ。ふわー、あぶね。この辺キノコあった方がいいな。でも。左。はい。はい、そう。これ、キノコあった方がいいね。うわわわ。合わねえな。そっか、ちょっと。
これでどうだ。ほっ、土管入って、おっぷおっぷ。これさあ、危ね。あ、でも死ねないことはないか、中間取っても。あ、でもいや、ダメかもしんないわ。あの縁のところにコウメやったらダメだもんな。取りに行けないっすね、このコースは。うわー、そういうことか。土管入っちゃいます。怖っ。お、オッケー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 。かぶって、こいつは倒しちゃって、おっと、倒さなかった。危なっ。このまま行っちゃっていいわけじゃん？頭当てて大丈夫だもんね。ここで取れられないように、ように行って。壊すじゃん。壊しちゃダメじゃん。おおお、でもこいつは倒せるから処理していきましょう。ざまねえなお前ら。あー、この必要なんだね、甲羅は。あー、取られた、まずい。あー、そんな、やばい、あぶね、抜けれた。あったあったあった。クッパファイヤーが、ということはクッパが2体いるか、3体いるわ。あ、ざまねえな。ざまねえなお前ら。やっばい、クッパ復活。ひー、助かったわ。しゃがんで正解。多分立ってたら死んでたよね。多分立ってたら死んでたと思う。やったー、クリアしたぞー。お疲れ様でした。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。